こんにちは。時間の森工房の飯塚由紀です。先日パピーさんの2021年秋冬の糸の展示会に伺いましたので、ご紹介したいと思います。新商品をご紹介いたします。一つ目はリンカントです。糸の解説です。魅惑的なを意味するその名は、この毛糸がシンプルな魅力にあふれていたことから名付けられました。アイブトタイプのナンバー5、極太タイプのナンバー9、小物からウェアまで用途に合わせてお楽しみいただける2種類の太さをご用意させていただきました。 SDGs の使う責任、作る責任につながる商品です。アラン、地模様、レース等さまざまな模様に適しています。柔らかな中にも適度な弾力を持ち、風合い、編み心地も良く、美しい編み地はふっくらとした仕上がりですということです。糸の印象ですが、リンカントはナチュラルで肩の力が抜けたリラックス感のある糸だなと思いました。例えばクイーンアニーに近いかなと思うのですけれども、それに比べるともう少しふんわりしていて、空気を含んでいるように感じられました。2つ目の新商品はミレコロリベビーです。糸の解説です。マルチカラーを意味するその名は、多色のダントメイズであることから名付けられました。次から次へと溢れ出す色とワインメリの 100% の素材感を生かし、小物からウェアまで幅広くお楽しみいただけますとのことです。感想ですが、ファインメリの 100% なので、かぎ針編みでもとても柔らかく仕上がる糸だなと思いました。ミレコロリベビーはこんな風に他の糸を引き揃えて編むと表情が柔らかくなるのでおすすめですよとのことです。新商品のご紹介は以上です。ここからは既存の商品をご紹介していきます。ゆりかもヘアの新色は2色です。素敵なカラーなので、ぜひ店頭でお確かめくださいね。
いかがでしたか？秋冬もとっても楽しみになりましたね。紹介しきれなかったことはブログに書きましたので、合わせてご覧ください。ご視聴ありがとうございました。時間の森工房の飯塚ゆきでした。